道江春遊、パブリーズ CM 引き継ぎで、平野仕様の後継者的ポジションに、こんにちは、読者の皆さん。今回は、ジャニーズ界で起こった注目すべき出来事についてお伝えします。道江春遊の新たな一歩が、ファンや業界にどのような影響を与えるのか、興味深い展開が続いています。 ファブリーズ CM の引き継ぎで、平野仕用の後継者としての道江春友の台頭が注目されています。ジャニーズ事務所から5月に退所した元キングプリンスへの平野仕用。彼の名前は、一時代を築いたジャニーズグループのメンバーとして、多くのファンに支持されてきました。その彼から引き継ぐ形として、道江春友が P&G ジャパンのエアケアブランド。 カブリンズの新 CM に出演することが明らかになりました。新 CM は既存のファンにとっては馴染み深い内容で平野ファンからは喜びの声も上がっています。一方で平野ファンの中には複雑な感情を抱く人々も存在します。平野耀の名前は多くの人にとってジャニーズというブランドと共にあったもの。 彼の CM が新たな展開を迎えることで一部のファンはその後継ぎ者としての道への起用に慎重な反応を示しています。平野仕様の CM 契約終了と新たな展望。平野仕様が出演していたファブリーズの CM は彼の個性と笑顔で視聴者に親しまれてきました。 しかし、ジャニーズ退場後、新たな活動の場を求めて彼は新事務所へと移籍。そのため、CM の引き継ぎが噂される中、一部では再契約説も浮上していました。しかし、8月に入っても平野版の CM が放映され続けていたことに対し、ファンの中で様々な憶測が広がっていました。 その結果、メーカーの公式 YouTube チャンネルから平野版の CM が削除され、新たに道江春友が起用されることが発表されました。この結果を踏まえると、平野のファブリーズ CM は終了し、道江が新たな顔として CM に登場することが確定したと言えるでしょう。道江春友の台頭と将来展望。 道江春友は何わ男子の一員としてその存在感を示してきました。そして彼がパブリンズの CM に起用されることで平野仕用の後継者的なポジションを担う可能性が浮上しています。その道江も今後の活動に大きな期待が寄せられています。道江は日本テレビ系チャリティ特番。 24時間テレビのスペシャルドラマ、虹色のチョークで主演を務めるなど、演技の場でも実力を発揮しています。また、新たな CM 出演だけでなく、広告業界やエンターテイメント業界での可能性も広がっています。その才能を生かし、新たなキャリアを築いていくことが期待されています。ジャニーズ事務所の戦略と展望。 平野の仕様の退場によって、ジャニーズ事務所はその後継ぎ者をどのように育てていくのかが問われています。道江春優と同じく、スノーマンのメグロハスもそのポジションに名前を連ねています。平野の CM を引き継ぐ形としてメグロが後世の敏感肌ケアキャンペーンに出演したことからも、ジャニーズ事務所の戦略が見え隠れしています。 道へと目黒は、すでにその実力と魅力を証明しています。彼らが若手レースとして活躍する姿勢は、ジャニーズ内外で注目されています。しかし、ファンや業界関係者にとって、平野仕様の名前と存在感は簡単には埋められないもの。これからの展開には、ファンの反応や業界の動向に注目が集まることでしょう。まとめ。 ジャニーズ界における道江駿佑の新たな展開がファンや業界に大きな影響を与えることは間違いありません。平野紫耀の後継者としての彼の対等に注目が集まり、一方で平野ファンからは複雑な反応も寄せられています。今後、ジャニーズ事務所の戦略や道江駿佑、メグロハスの活躍に期待が高まります。ジャニーズ界の未来に、 ぜひ注目していきましょう。